はい、おはようございます。スプレアートの梅ちゃんです。日本はやっぱりね、朝起きて愛を伝えない女の人ってね、多分日本人外人限らず多分言われるの好きだから、言うの恥ずかしいじゃん、めっちゃ多分日本だと。俺とか多分もう長いから I love you とか普通、おはようのノリで I love you みたいなのが出てくるんだけど、冗談で今から仕事です、今から I love you って言いますとかって前振りを目の前でやっても多分ね、喜ぶと思う。喧嘩した時こそ I love you って言ってみ、もしかしたら変わるかもしれない。ペロちゃんにね、I love you って言ってみたいと思います。起きて、起きて、いや、なんだよ、I love you、 I love you ということで、ちょっと一回起こしてからもう一回ね、演技っぽくやってみます。あとね、僕の毎朝の仕事をまず紹介します、はい、やっぱね、一緒にね、夫婦で仕事していく上でね、まず奥さんのやる気を出すにはまずね、愛を伝えない。そうだね、で仕事だから大事だね、大事だね。あ、ベロちゃん英語でいいの？うん、あ、いや、そう、how much I love you の how much I love you how much here to hereそう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 、yeah. the all around the world coming back here、ah, you're so beautiful I love you so much I see from here you're so beautiful wow this angle、you can see this way wow so cute from top I don't know how to describe you're doing so good ちょっとね、okay finish yeah okay what good job my job finish okay ねえよこの朝の一番の仕事が一番神経使うね、ミスるとマジ、それだけでまたね、ミスるとマジ怒られるし、これでこれであなたの奥さんも一生懸命仕事ができる、それで僕は寝て紐になれる、最高、試してね、じゃあね。